11月中旬、ロサンゼルスモーターショー15で初公開された新型フィアット124スパイダー。同社に高性能版のアバルトが設定される可能性が出てきた。これはオートモーティブニュースが伝えたもの。同メディアの取材に応じたアバルトのマーケティング責任者ファブリジオ・シモニ氏は、新型124スパイダーにアバルト版の開発計画があることを明かしたという。サソリのエンブレムで知られるアバルトは、フィアット社をベースにした高性能モデルを手掛けている。現行ラインナップではフィアット500をチューンした595、695が存在する。ところで、新型フィアット124スパイダーには、フィアット製の 1.4 リットル直列4気筒ガソリンターボ、マルチエアを搭載。このエンジンは、欧州仕様と北米仕様で出力が異なる。欧州仕様の場合、最大出力は 140HP、最大トルクは 24.5kgm。一方、北米仕様では最大出力が 160HP、 最大トルクは 25.5kgm。 北米仕様は欧州仕様に対して 20HP、1kgm 上乗せされている。現時点では新型124スパイダーのアバルト版の内容は公表されていない。最大出力140の 160HP とやや控えめなスペックのベース車両をアバルトマジックが刺激的なパフォーマンスに変身させるのは間違いないだろう。